カエルみたいな飛んでる。いやいや、カエルみたいなケーブルに引っかかって逃げる。なんかモーターがぬるっとしてる。あ、今日何日やったっけ？6月16日やったっけ？今日16日。これがこの集団におることにびっくりした。最近で常連じゃないですか。ゆっくりしか行ってないよ。それ食べながら。今食べられないと打たない。それはでもそうやね。あ、しんど。うわさん早いな。うわさん早かった。久しぶりに頑張りました。なんか足がやばなってきてるもんね、なんか。7.7 の準備中や。違う違う。7.7。日曜日ですからね。日曜日。日がなのか、もうその日休むしかないもん。無理。今日ボイスチェンジャー使って予約したんですけど、7月7日は休みって言ってました、ね。お店の前に7限ちゃうやるため。ボイスチェンジャーで。7月7日はお店は休み。いつも六甲山でお世話になっておりますので、ね。日々追い戦ってるもんね。翌日と手震えてますからね。そう。昨日ルナさんの名言、今日が一番若い。今日より若い明日はないからね。間違いない。いや、ほんまに六六をやってからね、足やばいって。うん、なんか、筋肉質のなんか縛った足に変わってる。6以上になってきました。うん。6、1、5。よし、あとは腹だけ。あと上半身だけ。ポテチもできますわ。今日より腫れてる明日はないね。あ、ルナさん、10足運用やっぱしたいんで。一回剥げてみたいわ。STI そのままで。だからもう RD だけですね、手に入れるのは。10足のね。はい、57で十分ですね。はい、十分です。メルカリで探そう。10足の RD ない。105の。ないね。10足か、もう見えひんな。5700番。今井さんに聞いてみようか。下についてんちゃう。今井さんに聞いてみようか。密かにパーツの方向やから確かに。今井さん、美味しいスイーツ持ってきますか。ブツブツ効果で怪しい人影が見えたの。まあ、それが自力で出てないんじゃないかって。いやいや、それみんなが見つけられるだけやから。メルカリかな。これなんかおかしいな。メルカリやフォーク。これちょっとお酒飲みたいだけの日じゃないかなって。多分ビッグプーリーより安く買えると思いますね。はい、そうですよね。はい、マリエクで探してもらったんやけど106とかでどっちか。106、107。前モデルが104か。電気モデル。4みたいな、芝なんだ。シノロシナノ。シナノです。シナノ103とか。いや、もうあれ28なんで、だから GS4 のやつにしなあかんですよね。SS でもいけるんですか？あれ一緒なんですか？10は多分一緒です。一緒ですか。6800だけ違うはず。あ、ね、GS と SS が。でも GS 買っといた方が無難ですよね。無難ですよね。はい、SS で合わへんかったら最悪ですもんね。多分大丈夫だと思います。ですか、うん、合わへんことないけど、チームのテンションが。うん、うん、まあメカニック2人いるから大丈夫。どれかかメカニックでも、ね、揉んでるからね。この R8000 つけてくれへん。じゃあ。バーちゃん、やり直し。やり直しや。お帰りなさい。ボタン持ち食ってこい。スケさん。ゴールだけに電流を傾けてる。そう、見えてからしかない。いや、見えてからでも踏めたらええっすよ。重要ぐらいと思いますよ。おじさんもいるよ、サンダルさん。しかも昨日のダメージがやっぱり残ってるかな、多少は。蓄積されたね。そりゃしんどいやろ、昨日もね、登ってたら。おかわり6個やから。35ミリのリムブレーキのカーボンあるけど、使ってみる。もう何でも使ってみる。とりあえず。うん、もう瞬時にも言われたけど、何でも使ってみる。フレームより絶対ホイールの方がわかる。うん、ホイールでも、レーザー入ってんのに今更も無理。めっちゃ怒るやん、あいつ。なんでや。松本さんにもちぎられてムッとしてんの。サーベロの48あったやん。48あったな。かっこいいな。S5 グレーなんすかね、あれで。フレームだけで80万ぐらいだった。 S5? うん、S5。 あ、いいな。 S5 に00とか35ミリのカーボン剥がしたらいいよ。あ、でもあれディスクか、今。かっこいい。ディスクにリム用のホイール剥がせる。ノーブレーキ。サイズちっちゃくて値段高いの嫌やな。うん、材料少ないねんから。ほんまや、
60% オフぐらいにしてもらわんと。三発台一緒。三発台一緒。三発台一緒。三発台はね、着る値段じゃないですよ。その部屋をデザインする値段ですか。技術力。ああ、デザイン料とかと。そう。はあ、デザインされてる。でもデザインせんでもいけるじゃん。それはだから、その美容師がどんなデザインを提供するかで、それにどんな対価を払えるかですよ。だから、デザインされてないと思ったら1000円かって言ったらいい。あもうバリカンでもいいやん。ただ着るだけってことね。バリカンでもいいやん。あかんねんだ、裾とかが。そう。でも、俺このたんびにじゃあ、ちょっと切ってここ。ケンジ今日、ちょっとこう行こうや。毎週切ってほしい、俺。あ、切る。じゃあ、ハゲなったら、ハゲなったら毎週切らなあかんねんってね。そう。ほら、そう言うてほしいやん、ほら、そうって。そう。じゃあみんなでいろんな道具持ってきて切ろう。うん、そうそうそう。カッターで切る。カッター。もうそこに置いといたらみんなのおもちゃじゃないねん。トイレに。頭部だけ置いとったらええんちゃうの赤ちゃん用のこのすくやつとか粘土こびようで坊主でええ思うけど坊主やんか僕スイカ持ってくるわスイカ持ってくるわちゃうねんちゃうねんね自分でねムラがあんねん頭がボコボコやから普通に坊主にしたらムラムラなるほらムラムラなるああなんか言いますねそうそう頭の形に合わせて皆さんのことはほんほん言うてるやんか、うん素直に切り取るやんか。そうや。へこむところちょっと長く。へこむところをちょっとすくんですよ。すくんですか。そうそう。そうすくなるんで。へえ。すかれまくってるとか話。誰がすかる坊主？誰がすかる坊主？そんなんせんでいいように頭の形変えてきて。それも。もうここ1週間で全部拾ってるよね。ゴールデン。小さな。小さな。ゴールデングラブ賞。自称ゴールデングラブ賞。3発終わった後にちょっと上すきすぎたんちゃうって文句言ったんですよ。ああ損害賠償で薄なったやんって何やったんやって来た時薄な取らないかってねそうそう来た時薄なったええな医者ごめん一通り終わったから取ろうか一応あの絡みはもう今終わったから OK OK 見てくださいよ宮を進めていこうか今日は男前枠が一枠空いてるの空いてますよ、はいいや、進む枠空いてるよ。ここまで空いてるの。はい。こんな感じだ。オッケー。オッケー。でも、ホリさん、起きひんかったよな、やつを。はい。ホリさん、じゃあ、タブや。あ、そうや、そうや、タブや。タブや。ホリさん。ならやと。あ、そうなん。よいしょ。よいしょ。一緒にダメージ蓄積やっぱりしんどい。いやいや、まあまあ、それもあるけど。うん。単に僕の足がないだけ。いやいやいや。